こんにちは、原デザイン研究所デザイナーの松野香織です。はい、 OK です。ありがとうございます。原さんは一言で言うと本当にまっすぐな方だと思ってます。で、やっぱり仕事に対して誰よりも真剣だし、誰よりもエネルギーを投じて仕事を進めてらっしゃる姿っていうのをやっぱりまあボスとして見てると、まあボスがこんなにやってるのに、まあ、私が手を抜くってことはまあありえないと思ってしまいますし、まあそういう雰囲気は原研究所全体にもおそらくあって、やっぱり原さんが私たちの仕事の鏡として引っ張ってってくださっているっていう、まあ、そういう関係性ですね。私は直接そういうことを原さんからお声掛けいただいたことってないですけど、人づてに聞いたことがあるのは、火星に行かなきゃいけないとしたら誰と行くかっていう時に松野って言ってたっていうのは聞きました。過酷なサバイバルの時にいると便利な人って思われてなと思います。お仕事で海外にいろんな都市に行かせていただく機会がありますね。今回はイタリアに行ってすごく腑に落ちたことがあって、イタリアの紙ってなんだかとてもキラキラ輝いているというか、明らかにこう質がいいし高級感をまとっていて、魅力に満ち溢れてる紙がとても多いなっていうふうに思ってたんですけれど、今回コルデノース の会社を代々引き継いでこられたアレックスさんっていう方にお話を伺ったら、まあ、イタリアのものづくりは、まあ、技術と職人さん のスピリットとファンタジーで、ものづくりが成り立ってるっていうお話を伺ったんですね。まあ、スピリットとか技術っていうのは本当に代々受け継がれていて、まあ、ぶれないものとしてなんかそこに存在するっていうことが今回とてもいい経験として記憶しています。予定通りに物事が動くことはまあないので、基本的になんとかなるしなんとかするしかないと思って日々、まあ、仕事には向き合っているっていう感じです。